さあ始めました、タラパタヒロシのポッドキャスト。いやー伊沢さん、はい、もうね今日はねちょっと私ねいきなり本題入りますよ、うん、ちょっとね大ピンチだ、はい、6月2日にですね、はい、あの西口ドアのですね、はい、上野野外ステージ大会がね決定しました。1月4日以来、そうです、もう半年おきまして、でまあはっきり言わせてもらうんですけど、まあこういう時期なんでもうお客さんが厳しいんですよ。まあなかなかね、はい、誘いにくいしね。そうでしょ、1月の時だって相当厳しかったんです実は。でも1月よりは寒くないからね、まあ、そういう意味ではそうですけど、気候はね。ただちょうど5月にね緊急事態宣言も出たばっかりで、まあ多分ね、まあ6月は開けてるだろうな。そうそうそう思うんですよ、多少延長したとしても。でもだから逆に言うと、はい、もうみんなもうそういうイベントに飢えてるから殺到しちゃうんじゃない。そうなればいい。いや、ね、そうなんですけどね。いやだって前回なんて確か1000人ぐらい入る会場に、ね、マックスね、40人ぐらいしかお客さんいなかったから、まあもう完璧な、そうそうだっす。しかもね、西口とはチケットノルマ制なんで、うん、我々お客さん呼べないとお金払わなきゃいけないんですよ。なるほど。このね苦しい時期に草野球みたいに自分で球場を借りてそう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 、ただでさえお金なくて苦しいのに、これね、ノルマなんか払っててね。あなたはでも、あの、いろんな給付金詐欺とかで。いや、去年の、ね、もう、ボロ儲けで喜んでた。給付金詐欺、YouTube の動画でね、そうなんですよ。これ貼りましたけど、今年もですね、あの、スノーボード系で結構お金入ったんで、まあ、お金、私、お金大丈夫じゃないんですけど、でもみんな苦しいんで。はい、ノルマはみんな一緒なの？はい、一緒です。キャリアや年齢に関係ない。関係ないですね、関係ないです。ちゃんとも一律で、はい、均等に。まあ、ぶっちゃけ言いますと、1人3枚なんです。だから。3枚か。3枚だったらね、いけそうな気がする。いやー、高いんですよ。1人2000、だから6000円分ですよ。なかなか厳しいですよ。2000円ぐらいだったら出して、2000円出してくれる知り合いが3人いるかどうか。まあまあ、それ、なかなかいないんですよ。こういう時期だしね。だからぜひですね、皆さんに、あの、お助け願いたいんですよ。で、しかもですね、あの前回ですね、何人か来てくれたんですけど、お客さん、うん、なんとその人たち、うん、普通になんか西口のヨシさんとかそういうスタッフさんの方、ヨシさんじゃないか、あのスタッフさんとかに連絡するんですよ、その人たちは。あの選手に連絡するのはまずいのかなと思って、それだと困るんですよ。それだとそのスタッフさんにノルマのお金分行くんだよね。なるほど、はい、お願いしますよ、これ本当に。で来る、そう、直で言ってくれ、そうそう、それはマジでお願いします。別に俺じゃなくてもいいんで、俺じゃなくてもいいんで、好きな選手でいいんで、うん、選手にちょっと連絡、うん、これねマジでお願いします。今回はでもあれじゃあやっぱもう好カード目白押しだから。そうなんですよ。でね、私ね、これまではただのお願いでございます。こっからねちゃんとね皆さんが来たくなるようなお話をねしようと思ってますけどね、うん、まずですねびっくりですよ、うん、驚きのゲストがいます。皆、うん、さん誰だと思いますか。はちみつ二郎。まあまあ、ある、いろんな意味で驚きがありますけど。俺、クラスのマニアになったら、はい、もう来たから。まあ、はい、いろんな意味で驚きです。違うんだ。もう治ってるね。あ、いや、治ってる。多分、おそらく、はい。なんとですね、多分、チンスケの小ネタ呼んだのと思うんですけど、菊太郎さんが。プロじゃん。そうですよ。まあまあ、プロ出てるんだ。まあ、そうです。あれ、ドアはでもあんま出てなくない？いや、出てないどころじゃないと思います。西口はね、まあ、そんな珍しくないけど。はい、あのね、世界の菊太郎さんが出てくれる、俺もびっくりしました。俺、あれ、あの人日本にしばらく向こうなんか帰れないんだっけ。しばらく帰ってきて、ね、今ちょうど日本で活動してるんですよ、ちょうど今。なんか監禁されたぐらいのあれだよね。はいはい、そうです。あの人小岩にいるの。なんか今小岩じゃんの。あ、でもそうそうです。ツイッターとかに書いてる。多分チンスケと近くにいるから多分そっち系ですよね。だから千葉寄りですよ、うん、多分おそらく菊太郎さんですよ。ちょっとね、俺もどうなるんだか思いますよ。今まあお笑いプロレスの西口、はい、いや西口はドアは西口は西口はプロレスお笑い。まあそうですね。菊太郎選手がやってるのはお笑いプロレス。そうですね、確かに。そこが融合して。そうですよ。どうな、俺だからねバチバチになるのか。普通のプロレスなんだ逆に。どうなんだろう。いやでも菊太郎さんの笑いのプロレスって基本的には。実況解説がいじってやる感じじゃないんじゃないですか、うん、だってもう普通のリングでやってるから自分で突っ込んで自分で説明してそのタイプじゃないですか。意外とそのタイプって実況解説とまあそんなこと大丈夫か。ああでも実況解説の西口はまたな、めんどくさい人出したもんな。いやめんどくさいじゃないですけど、プライド高い
人たちだから。だからそういうのもあるんでね。これどうなの？ここはもうでもそれはゲストを優先してもらわないと。まあまあ、だからすごいスイングするのかっていうのも僕単純に楽しみっていうのは。じゃあ黙っててもらおう。いや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 。実況解説は。いらなくていいじゃん、その試合に。そういうこと言うと、それはまたそれそれで本当に思います、ね、本当に。そうそうそう。めんどくせえ組織だな。確かね、カードはね、ちゃんと覚えてないんですけど。太った誰かだった。そうですよね。太ったと誰かのタッグ。誰かって誰か、はい、あと一人ぐらい覚えてる。あと素人歌舞伎さんだったから、確か。はい。対、チンスケと北野さんがタッグなんです。それがセミです。でね、これだけでございません。第一試合。これね、私が出るんですけど、皆さんね、もう多分相当注目してると思うんですけど、今ですね、お笑いプロレス団体が乱立してるんです。2年前ぐらいじゃない、その話。もう、止まっちゃったよ、コロナで。止まってないです。か思い出してください、伊沢さん。なんかあったね。はい、なんかあったんじゃないですか。ね、もう忘れちゃうぐらいだから、一般の人らしいよ。じゃあ、思い出させてやりますよ、世界の皆さんに。いやいや、世界の人たち、最初から入ってないから、思い出すっていうか、教えてあげないと。いや、巣鴨プロレスとね、西口ドア、はい、あと、まあ、まあ、一応、西口プロレス、うん、まあ、乱立してるんですよ。スガモプロレスの前はもう全部乱立してるその3つがだからね、もうね、潰してやろうと。もうね、西口誰が一番面白いか決めりゃいい。そういうことです。前田明です、はい、だから西口ドアとね、面白くない。いや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 、そのね、対決があるんですよ。マジで勝つる、はい、なかったことにしなかった。そうです。僕とパリピ系カジ君が来る。お前はちなみにどっちなの？当たり前だって。スガモプロレスも出た。でもスガモプロレス出てから売れない野車です。いやいやいや、最初小棒棚下ろしと、あ、負けたのか。そうですそうです。あ、じゃああっちで棚本博士やっちゃダメなの、スガモプロレス。まあそうですね、はい、やったことありそうな気も。出たことありますか？あれだけ売れない野車で出たんで昔、はい、だから、今回ですね、カジ君と僕が西口ドア軍として、で相手側が、岡田顔近ですよ。もうあれはスガモプロレスの顔だから、ある意味、はい、象徴で。あ、まあそうです、ある意味象徴で。真壁、あれ鍵って思うんですか？力握って感じなんですか？闘技？闘技なんですか？あれ、物置は真壁葬儀だろ。葬儀は縁起悪いからって、なんか、鍵かな。いやいや、お前、俺の方が詳しくはないよ、多分。まあね、そいつだってやるんですよ。叩き潰してやりますんでね、本当に皆さん注目してください。スガモプロレスは終わりだと。終わりです。もういいです。あとね、僕ね、岡田、選手のモノマネしてる人と僕初めて戦うんですよ、実は。ああ、なるほど。まあ岡田棚橋って勝ってはね。そうでしょ、新日本プロレスのもう黄金カード。そうなんですよ。あの棚卸さんは多分何回もやってると思うんですけど、ね、僕は初めてやるんで、る結構それも単純に楽しみで、あ、やっぱ IWGP は遠いぞも言えるわけじゃないですか、うん、ねえ、初めて。ね、あ、だからちょっとそれも楽しみなんで。岡田棚橋ってでもあの菅野以外であんま見たことないからね。あの岡田浩樹かってすごい偉い子で、実はあの僕は菅野プロしか出ませんって言ってるんですよ。新宿のなんか飲み屋の場合とか忙しいのか。普段はね、バーで働いてます。でね、第2カードがね、今日さっきちょっと見てきた、サタデーナイト修造と誰だったけ なんか誰かのフェイスブック書いたっちゃう。第2カード、セカンドドアはなんとサトデーナイト収蔵の、はい、素人歌舞伎組対、はいはいはい、メガネ君、アンドレザカワちゃん。ああ、これは安心カードです、はい、これがちゃんとドアのドアらしさを、はい、そうですね、安心のね、はい、でメインが、サードドアがチンスケ太郎、キク太郎組対太ったミニサワです。あ、ミニサワさんか、はい、あ、ノア組だ、なるほど。あ、ノア対新日本でもないけど、でここの大事なメインがですね、うん、王者の義経を対挑戦者の賀野正弘です。義経を王者で取ったって、そうでございます。チンスケってまだ西口のチャンピオンなのかね。あれどうだったっけな、多分そうだよ、それでやってそうか、まあ、とにかくですね、結構あの、まあ、正直結構いいカードなんです実は。これ西口ドアのカードを見ていいか悪いかが判断できる人は相当マニアル、マニアルです。だって第一から外れなしですから。で休憩時間はね、第一が歌謡ショーをするってことなんで、5曲でしょ、消毒をしながらですね、はい、だからね、本当に皆さん来てほしいんですよ。あ、ウィズクラッシャーイノバだから来る、総帥も来るんで、総帥来るんで、俺叩き潰してやるんでね、マジで本当に、なめんなよと。確かにこれなんだろうね、真壁鍵かな、
でしょ。分かんないよ。力、力なの。力頑張ったんだよ。いや、力って刀って言わないか、刀じゃないの。だから分かんない。まあいいや、これはでもまあいいんじゃないの。六ヶ月使って言ったら猪木方眼の猪木出身の日だからね。ああ、ありがとうございます。6000人いくら前。これもぜひですね、やっぱりシュープのもあの加藤さんが来ていただいてですね、本当に。これだけの。でも俺言ってもいいかなと思うけど、久々に確かに。いやいや、本当お願いしますよ、本当に。息抜きで、本当に、はい。もう寒くもないだろう。1月はちょっとな、はい、寒いし。そうです。あと、コロナもね。あと本当に感染対策も広いんで、あのお子さんももし連れてきていただいてですね、本当に皆さんで、本当に、お願いしますよ、本当に。そんな中でも攻めてやりますんでですね、ぜひ皆さん6月2日、上野野外ステージお越しください、はい、お願いします、はい、それでは最後にポッドキャストを聞いてくれた皆さん、愛してます。頑張ってこれ進んでいきましょう。